背景です。今回は新たな戦力台頭へ西武三軍レポートということでですね、今回はライオンズ今シーズン初めての三軍の試合が行われました。実際に僕も今日はですねカーミニークフィールドに行ってその三軍の試合をチェックしてきましたので、どういった試合だったのか、どんな選手が活躍したのかっていうところ詳しく振り返っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは西武三軍試合レポート VS 明治学院大学ということで、今日の明治学院大学との試合振り返っていきたいと思います。まずスコアの方はライオンズ4対2で勝利を収めました。どんな試合内容だったのか振り返っていきます。先発は上間投手ですね。初回ねちょっとピンチを招いたんですが、切り抜けて、その後2回3回4回とね、危なげないピッチングを見せました。すると3回打線が反撃を見せます。先頭ジョセフス選手がフォアボールで出塁をすると、続く古川選手がヒットでつなぎ、2番のモンテル選手は倒れた後、平沼選手が犠牲フライを放ち先制をします。平沼選手今日ね実戦復帰ということで、ふくらはぎ痛でね怪我をしていたんですが、ようやく実戦復帰、そしていきなり犠牲フライで結果ということになりました。上間投手4回は抑えたんですが、5回ですねワンアウトからヒットを許すと、続くバッターに進塁打を打たれて、でさらにその後のバッターにタイムリーを許し同点に追いつかれてしまいました。反撃したい打線は直後の5回の裏、ワンアウトから古川選手がフォアボールを選ぶと、モンテル選手が凡退後、平沼選手がエラーで出塁し、4番の村田選手がタイムリーを放ち、見事ね4番の一振りで勝ち越しということになります。で上間投手はね、5回1失点ということでマウンドを降りて、6回からは三浦投手がマウンドに上がりました。ただその三浦投手がねちょっとピリッとしないんですよね。先頭のバッターにデッドボールを出すと、その後ツーアウトは取ったんですが、ツーアウト取ってからツーベースを浴びてしまって同点に追いつかれてしまいました。せっかくねこう取っていい流れ来ている中で、なんとか抑えてほしいところではありましたが、失点をしてしまったということでね、ここはやっぱちょっと良くなかったんじゃないかなというふうに思います。打線はねまた再び勝ち越していきたいところなんですが、6回、ランナー1、3塁のチャンスを作ったんですけれども、その後のバッターがねみんな打てずということで、なかなかちょっとチャンスを生かすことができませんでした。で7回はシンクレア投手が抑えて、その裏ですねワンアウトからモンテル選手がヒットとして、途中出場の金子浩二選手、ずっと怪我をしてですねここまで実戦出ていなかったんですが、対戦機のタイムリーツーベースを放ち勝ち越しということになりました。これがね本当プロ初打席ということだったんですけど、そこでねしっかりと結果を出したというところ素晴らしかったんじゃないかなと思います。その後村田レオン選手は倒れたんですが、鈴木翔平選手もね今日復帰戦ということだったんですが、タイムリーツーベースを放ち、ここでね2点差ということで突き放しました。8回は伊藤投手、9回は宮沢投手が無失点に締めて4対2で勝利を収めたということになりました。ちょっとチャンスは逃したりしてね、もう少し点を取れたかなっていうふうに思ったんですが、なんとか勝ち切ることができてよかったんじゃないかなというふうに思います。それではまずは野手成績の方から振り返っていきたいと思います。今日のオーダーを見ていきましょう。1番レフト古川選手、2番ライトモンテル選手、3番サード平沼選手、こちら初めての実戦復帰ということになりました。4番ファースト村田選手、5番指名打者鈴木選手、6番キャッチャー野田選手、7番ショート川野選手、8番セカンド野村選手、9番センタージョセフ選手というオーダーでした。まずは1番の古川選手から見ていきましょう。古川選手はねちょっとやっぱり今日もスイング率は高いというところだったんですが、ただねしっかりと見極めるところは見極めて、フォアボールも選んで、ヒットも出て1番の役目っていうところはしっかり果たせたんじゃないかなと思います。ただですね、バッティングの内容そんな悪くなかったんですけど、ちょっと牽制し走塁しっていうところが、それぞれ1回ずつあって、走塁のボンミスっていうところはやっぱりなくしていきたいところかなというふうには思いますね。バッティングでは非常に成長を見せてきているだけにね、こういうボンミスをねなくしていかないと、2軍さらにはその先の1軍っていうところにはつながっていかないんじゃないかなっていうふうに思うので、こういったミスはね次の試合ではなくしていってほしいなというふうに思います。続いては2番のモンテル選手ですね。モンテル選手はねずっとオープン戦の時とかも言ってたんですけど、結構フリースイング気味なんですよね。もう少し変化球とかを見極められるようになりたいかなというところではあります。
ただまあヒットもね、出ましたし、まあ、結構粘った打席もあったということなので、そこは良かったかなというふうに思いますが、まあ、もう少しやっぱ見極めやっていかないとなかなか試合化は難しいのかなという部分です。続いては3番の平沼選手ですね。平沼選手が今日今シーズン初めての実戦復帰ということになりました。まあ、ずっとねふくらはぎ痛ということだったんですが、まあ、ヒットはね出なかったんですけど、まあ、レフトフライ、犠牲フライ、そしてショートのエラーということで、これ全部ですね実はいい当たりだったんですね。でしっかりとね、まあ、見極めっていうところもできていたし、まあ、サードの守備もかなり軽快にさばいていて、もうね怪我は本当に問題ないという状態でした。まあ、そのうちヒットも出るんじゃないかなというふうに思うし、まあ、平沼選手はもうなんとか一軍に入っていきたい選手の一人だと思いますから、まあ、今サードではブランドン選手活躍していますけれども、まあ、外野ではねまだレギュラー決まっていないところもあるので、まあ、そこもチャンスだと思いますので、また今後頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、続いては村田レオン選手ですね。まあ、今日はね4番起用ということだった村田選手、まあ、勝負どころでしっかりとタイムリーで立っているところは良かったんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、結構ねまっすぐに押され気味だったかなという印象ですね。まあ、今日大体ね相手のピッチャーの球速っていうのは、まあ、130キロ台後半から140キロ台前半というところだったんですが、まあ、そこにも結構押され気味だったので、まあ、やっぱりそこ課題になってくるのかなというふうには思います。続いてこちらも今年初の実戦、鈴木翔平選手ですね。まあ、実証練の時にちょっと怪我をしてしまって、まあ、キャンプも2軍ということで苦しかったんですけれども、ようやく試合に出ることができました。ヒットも2本出ましたし、まあ、しっかりとボールも見極められていて、で今日はねちょっと守備につかず指名打者での出場ということだったんですが、もうキャッチボールもね再開しているというところと、まあ、ノックもなんか受けてるっていう話を聞いたので、まあ、もしかしたら次の試合とかでは守備について出ていくんじゃないかなと思いますね。まあ、やはりね1軍の外野っていうところは厳しい状況ですから、まあ、鈴木選手もねまだまだチャンスあると思いますので頑張っていってほしいなと思います。はい、続いては6番の野田選手ですね。野田選手がね本当に今日すごいなというふうに思いました。まあ、僕は野田選手のプレーをですね今日初めて生で見たんですけれども、めちゃめちゃいいなと思いましたね。高卒2年目でこんなにいいキャッチャーいるんだっていうぐらい本当に素晴らしかったですね。まあ、しっかりとバッティングの方でも見極めて粘って、そしてハードヒットの打球を打つっていうところでかなりバッティング期待できるなというふうに思いましたね。まあ、去年のフェニックスリーグでも非常にいい成績残しているっていうところもあるし、守備の方でもね盗塁阻止もしていましたし、でしっかりとねバントをこう併殺取っていたっていう動きもしていて、非常にフットワークもいいなというふうに思いましたね。まあ、2年目っていうところを考えるとね、まあ、古市選手、古賀選手いますけれども、まあ、彼もかなりね楽しみな存在の一人なんじゃないかなというふうに思って、またいいキャッチャーが出てきたなという印象になります。はい、続いては7番川野選手ですね。まあ、川野選手はねちょっと今日最初の方の打席はあんまり内容が良くなくて、結構ね2軍とかの試合見てると川野選手って結構ボール見極められるタイプではあるんですけど、今日はですね結構スイング率も高かったし、結構雑な打席多かったかなというふうに感じました。ただですね最後の打席ではねしっかりとヒットも出て、まあ、ボールも見極められていたので、まあ、こういった打席をやっぱり増やしていけるといいかなというふうに思います。はい、続いては8番野村選手ですね。まあ、野村選手が今日ちょっと一番苦しい内容にはなったかなというふうには思いましたね。まあ、結構引っ掛けるような打球もありましたし、なかなかやっぱボールの見極めもできずっていうところ、まあ、チャンスでも空振り三振してしまいましたので、まだまだ正直ちょっと試合化登録っていうところは難しいんじゃないかなというふうに思いました。続いて9番のジョセフ選手ですね。ジョセフ選手はね、まあ、ヒットも1本出ましたし、しっかりとね粘ったりだとか、まあ、ボールストライク見極めっていうところもできていました。まあ、結構ねもう本当にキャンプの練習試合の時から内容いいので、もっともっとね打席に立たせてあげてほしいなというところではありますね。今後期待していきましょう。はい、そして最後途中出場の金子浩二選手になります。今日はね初実戦のルーキー金子選手だったんですけれども、素晴らしい活躍を見せてくれました。しっかり1打席でタイムリーを放って、しかもこれがね決勝タイムリーということでチームを勝利に導いてくれました。まあ、ショートの動きもね難なくこなしていましたし、非常に彼も今後楽しみな存在なんじゃないかなというふうに思います。野手に関してはねもちろん復帰した選手たちもそうですし、また新たにね金子選手だったりとか、まあ、野田選手だったりとかね、まあ、楽しみな存在っていうところが数人出てきたので、今後も注目して見ていきましょう。以上です。続いてはピッチャー陣見ていきたいと思います。今日はピッチャー陣、上間投手、三浦投手、シンクレア投手、伊藤翔投手、宮沢投手の5人が登板を出しました。まずは先発の上間投手からです。今回1失点というような内容でしたね。まあ、結構空振り取るのに苦労しているような感じでした。特に変化球ですね。なので結構粘られて、まあ、球数かさんでしまった部分もありました。で2回にピッチングで今日3者三振を取ったんですけれども、結構ねカーブを2回は使って
ていたんですよね。110キロぐらいかな。で、まっすぐはだいたいまあその140キロ台前半から、まあ中盤にかけてってところだったんですけれども、そのカーブでうまく三振を取っていた部分があったんですけど、その後3回以降あんまカーブ投げないかったんですよね。でそこで結構苦しんでいたので、もっとねこのカーブ使っていったらいいんじゃないかなというふうに僕は見ていて思いましたね。まあ、真っ直ぐがねそんなにめちゃめちゃ速いピッチャーでもないし、で変化球も結構シンカーだったりとか、おそらくスプリットかな、まあ、あんまり球速帯変わんないんですよね。あとカットボールもありますね。真っ直ぐとそんなに変わんない球速帯のボールなので、やっぱりこういうねカーブだったりとかの緩急ってところが僕は上山投手非常に大事になってくると思うんですよね。そしたらもっともっと別のシンカー、スライダー、まあ、カットっていうところも生きてくるのかなっていうふうにも思うので、まあ、このねカーブっていうのをもう少し有効に使っていってほしいなというふうに思います。続いては2番手の三浦投手ですね。まあ、三浦投手はね結構まっすぐには威力はありそうなんですが、まあ、結構やっぱりコントロールに課題はあるなと感じました。まあ、デッドボールもそうですし、なかなかやっぱ構えてるところにはいっていないという部分ですね。で落ちる球で1個今日三振取ったんですけれども、結構ね独特な落ち方をしているなというふうに思いましたね。まあ、おそらくチェンジアップ、確か126キロとかそんぐらいの球速だったので、まあ、この落ちるボールは結構面白いんじゃないかなというふうに感じました。まずはしっかりとストライクを取っていく、まあ、制球を安定させていくというところを課題に頑張っていってほしいなというふうに思います。続いてはシンクレア投手ですね。まあ、シンクレア投手ね、一応左で結構球速出るって話ではあったんですけど、まあ、思ったより球速出ないなというふうに思いましたね。ただですね、やっぱ球に結構威力はあるなっていうふうに思ってて、まあ、結構ね、ゾーンに決まったまっすぐっていうのは、まあ、見逃し三振取ったんですけれども、非常にいい球だったなというふうに感じました。まあ、だいぶ身長が高くて結構角度があるタイプで、まあ、ただちょっとコントロールアバウトっていう部分は、まあ、角度のあるヤン投手のような感じかなというふうに思いましたね。まあ、もう少し球速をやっぱ出していかないとなかなか試合化は難しいんじゃないかなというふうに思いました。続いては伊藤翔投手ですね。まあ、伊藤翔投手一応1回無失点ということで抑えたんですけど、正直ですね、まあ、スライダーもねなかなか空振り取れないで苦労していたし、まあ、まっすぐもやっぱりねそんなに球速出ているわけではない。まあ、この中では一応平均球速一番遅いということになってしまってて、まあ、このままだと正直ちょっと厳しいなというふうに思いました。まあ、結構もうねライオンズ入ってから長いですし、まあ、年齢的にもそういうのにいっているっていうところ、やっぱなかなかちょっと強みっていうのが見えてこないので、まあ、もう少し頑張らないとかなり厳しいかなというふうに思います。はい、そして最後は宮澤投手ですね。宮澤投手は今日もまっすぐで結構ご了していくような投球でしたね。まあ、まっすぐのキレっていうところは非常に良かったんですが、やっぱり変化球で空振りを取れるようになっていきたいところかなというふうに思います。さらにやっぱりその上でねもう少し球速を上げていきたい。まあ、せめてね平均140キロ台後半で、そして最速はやっぱり150キロを超えるようなボールっていうのを投げていかないと、なかなかやっぱ中継ぎの一軍のところを食い込んでいけないと思いますね。まあ、ちょっと中継ぎ版の松本航投手みたいな風に、まあ、なっている部分があるので、まあ、なんとかね空振りを取れるように、そしてまっすぐの球速をもう少し上げていく、ここを取り組んでいってほしいなという風に思います。はい、ピッチャー陣に関してはこんな感じですね。まあ、上間投手はねだいぶ楽しみかなという風には思いましたね。まあ、三浦投手、シンクレア投手に関してはポテンシャルは高そうっていうところなので、今後注目していきましょう。以上です。